私が最後ですいません申し訳ないです。なんか最後のつもりじゃなかったので愛の参加を選んだんですけど、今日演奏させていただくのは3曲で、全部エディットピアフの、バラ色の人生と、2曲目がプーランクのエディットピアフをたたえてっていう曲になってます。で、3曲目が愛の参加で、ちょっとリカさんと被ってしまって変えようかなと思ったんですけど、リカさんとお会いして、お好きな曲聴いた時にエディットピアフがお好きって言って、で、バラ色の人生っていうのと愛の参加と、あと水の戯れ、水に流してっていう3曲題名を聴いて、愛の参加レパートリーにあって、バラ色の人生は楽譜は持ってたんだけど、それまで弾いてなかったんですけども、その時に練習を始めて、それからレパートリーにした曲になります。で普段は、サンマルク、ベーカリーレストランサンマルクの富士見の店っていうのが、東武東上線の富士見の駅から徒歩7分のところにあるんですが、そこでBGM 演奏をしています。火曜日と木曜日の、ディナータイムに演奏してて、火曜日と木曜日以外でもたまにダイソー、毎日ディナータイムは誰かしらが演奏してるんですが、土曜日とかもたまに祝日とかもダイソーで行くことがあります。そちらだと2時間とか2時間半とかぶっ続けで演奏するので、今日も3曲そのまま続けて演奏しちゃおうかなと思うんですけども、基本的にはその2時間お客様に、お誕生日のお客様とか、ご結婚記念日のお客様とか、ろうそくが立っているんですが、そのろうそくの立っているお客様にリクエストを伺う以外は、私は立たないでずっとひたすら演奏しています。なんかそうやって黙々と演奏しているので、実はこういうソロ の演奏はちょっと向かないなって自分でも痛感しているんですけれども、なので今もすごい緊張しているんですが、間違えたらすいません。一生懸命演奏するので聴いてください。で、エディットピアフは、そう、ちょっとなんか豆知識で、電話帳でさえも歌にしたっていう風につい最近聞いて、そこまで電話帳 のただの名前と電話番号しか書いてないようなものでも歌にしちゃうぐらい、そこまで歌心があるんだなと思って、それにすごい最近感銘を受けたので、その気持ちもちょっと込めて弾きたいと思います。私が最後ですいませんよろしくお願いします。
しました。ありがとうございました。